もお疲れ様です。今回はね、昨日岸田総理が会見をされまして、その中で急激な円安対策についても語られていましたので、最後にその動画つけておきますよね。はい、おはようございます。 FX オリラヒの皆様、そして速稼塾限定動画をご覧の皆様、9月26日朝6時の相場解説になります。今日足を見ていただいてるんですけども、上昇の新局面をここで確認していただきたいと思います。前回ですね、こういった頭を作った3本の陰線陽線の並びがあるってことはね、日足を見ながらどっかでお話したと思いますけども、ここを抜けたわけですよ今。だから新しい局面がここにこれからね広がるんだということです。まあ、これっていうのは今までも同じなんですよ。ここが同じところで頭を叩いてたでしょ。でそこを抜けるともうそこを割らなくなってきたじゃないですか、下に、ね、同じようにここもですよ、もうここを割らなくなってくるわけですね。下に行きにくくなるわけですよ。で今新しくここにマーケットを作ろうとしているところですよね。矢印間違えちゃってすみません。マーケットを作ろうとしているところですよね。でその上昇の新局面が来たなと、それを確認しましたよってことです。昨日はどうでした？1日かけて、私は上昇圧力にかけて早めにエントリーしました、バイの方でね。で途中含みゾーンを抱えましたけども、粘り強く1日待ったら、結局昨日のローソク足ってのは陽線になりましたよね。で私も当然利益を取ったってことになります。で昨日の上昇の円安への働きかけ方ですけども、なんか夕方以降が強かったみたいですよね。でも一日通じてどこからエントリーしてもバイでいる限りは誰でも利益を取れるような一日だったということです。それがこの矢印をつけた陽線に、まあ、語られているってところでございます。じゃあ4時間の方を見ていきましょうか。4時間を見ると何がわかるかってことですけども、まあ、昨日はねものすごい上昇が起きましたねってことです。 1,2,3,4,5,6,7,8本、8本全部陽線です。だから8本だと8,32ですから、当然1日中上昇していたってことがこの4時間を見ると振り返れるわけですよ。でその1日前も同じように上昇だったでしょ。まあ材料も入りましたんでね、ごちゃごちゃしましたけども、材料が入ったのはこのほんの一瞬のとこです。この狭間のこういうふうに自己解説することができます。でここがネックラインなんですけども、4時間のねここを超えたら上昇がもっとはっきりしていきましたよってことがこの陽線に表れてるでしょ。この陽線、この陽線でだんだんこうちっちゃくなっていって、今はこれで釣り合ってるところですよね、上と下が。まあ、そういうふうに4時間足を見ることができるっていうことです。次1時間軸を見ていきます。1時間軸を見ていくと、昨日お話したのは窓を開けてスタートしたところから三平が出ましたけども、三平の次の今陰線になってますけども、これを確定してから動きを見た方がいいよってことを申し上げました。で私の場合は一歩早くこの陰線が形成中にもうすでにバイでエントリーしたんですけども、その後どうなったかというと、一方的な上昇の勢いっていうのはとりあえずは止まりました。止まりましたけども、ボラティリーがちっちゃくなったところで、まあ、上に行くポテンシャルが結局は残されたってことですよね。だから多くの方にはこのネックラインを超えた時にブレイクすればいいんじゃないのということだったんですけども、まさにブレイクしました。一番ローソク足の大きいのはブレイクした瞬間だったでしょ。でその後私は夕方に決済したんですけども、夕方以降もこちら見てください、三平が始まっていて、新たに陽線がこういうふうに伸びやかに育ってきてですね、で最終的にここまで来たかなというところです。でこれから何を考えればいいかというと、同じことが起きてるんですよ。ここと同じことがここにもね、ボラティティが縮まっていって収束したわけなんですよ。で収束した後にそれを飛び出すように陽線が生まれ、形成中の陰線が下火をつけてるってことを考えると、動きは同じようにここのレッグラインを超えたらブレイクですよってことですよね。で私の場合はもう今この瞬間バイで入れるってことですよ。ただ私いつも早めなんで根っこから入ってますんでね。だから私がどういう判断するかっていうのはちょっと早いんですよ。だからそれを真似るとリスク高まりますからね。リスク高まるけどもリターンもその分だけでかいっていうことなんですよ。だからリスクリワード 3.1 ってのを掲げますけども、当然ですけどもね、リスクリワード 3.1 なんて高等無形な考え方ですから、最初は 1.1 あたりからやってくださいね。
はい、じゃあ今日の解説は以上です。上昇局面は未だに続いてますので、介入に警戒しながらもバイデンとすればよろしいんじゃないかなと思います。テクニカル的にはバイ以外はずっと出ていませんので、バイ以外というかセルの、テクニカル的な結果ってのは何も出てませんからね、セルで行くことはないかなというところです。それでは、物価高の根本的な原因は円安との指摘もありますが、円安の是正の必要性についてはどう考えますか？はい、円安為替相場については、ファンダメンタルズ、これを反映して、そして安定的に、推移することが重要であるということ、それから過度な、変動、これは望ましくないということ、これ従来から申し上げてきた通りであります。政府としては、為替相場については引き続き高い緊張感を持って注視していきたいと考えてはおりますが、基本的な考え方は今申し上げた通りであります。